ナンバー、アイ、マクドナルドの新 CM に突如登場。ファン驚愕の3人揃っての起用に期待高まる。ファン待望の3人共演が現実に。グルメとアイドルの衝撃的な融合が近づく。こんにちは、皆さん。ナンバー、アイ、のファンの皆様にお知らせです。今回は、なんと平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人が揃って、マクドナルドの新 CM に出演する可能性が浮上しています。これは多くのナンバー、アイ、ファンの願いです。だからこそナンバー、アイファンの大きな注目と期待を集めているのだ。この情報はツイッター上で話題となり、瞬く間に拡散されています。一体何が起こっているのでしょうか。早速詳細を見ていきましょう。まず、ナンバー、アイ、とは、昨年10月15日に滝沢さんのプロデュースで誕生したアーティストグループで、平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人がメンバーとして活動しています。しかし、平野紫耀だけはサントリーとデジタルハリウッド大学の広告に出演し、SNS 上で大好評を博し、宣伝した商品の購入も後押しした。したがって、ファンは他の2人のメンバーの出演をさらに見ることになります。そして今回、3人がマクドナルドの CM に揃って出演する可能性が浮上しています。これは非常に注目すべきことで、なぜならばナンバーアイが揃ってファーストフードの大手企業に出演するのは前代未聞のことだからです。記事では、この情報が最も有力なものとして挙げられていますが、まだ確定ではないとされています。この情報が事実ならば、それはファンにとっては嬉しい驚きとなることでしょう。ただし、いつこの CM が放送されるのかは未定です。今週中に発表される可能性もありますが、それがいつなのかはっきりしていません。ですが、この情報については様々なブログや SNS で話題になっており、多くのファンが期待と興奮を募らせていることは間違いありません。この新しい展開に関して、皆さんはどのような予想や意見をお持ちでしょうか？ツイッター上ではすでに多くのリツイートやコメントが寄せられており、コミュニティ全体で盛り上がっています。ぜひ、あなたの意見も聞かせていただきたいと思います。最後に、今後の情報に注目していきましょう。この記事ではまだ未確定の部分が多いですが、新たな情報が入り次第、追ってお知らせしていきます。皆さんも楽しみにしていてくださいね。それでは、次なる情報をお楽しみに。